杉山です。坂田です。若手 TV です。今日は大阪難波心斎橋に来ました。やる企画は、はい、アホマチック天国です。イン難波というわけで、はい、大阪ミナミはアホな人が多いアホの街です。もうミナミの偏差値出しますよ。分かって TV。 皆さんは学生さん、あ、専門学生、あなたは社会人。あ、社会人、大学生。おー、大学生。すごい、みんな彩りですね。バン、やってもらえない。待って、やってくれないじゃん。応戦してきた。難波の偏差値を測ろうっていう企画をやってます。お姉さん、出身大学、今通ってる大学教えてもらえないですか。関学です。え、僕関学、マジマジ嘘ついてるやろ。あの専門と社会人の友達でしょ。ガチやろ。なんで、え、関学やのに、はい、ちょっと頭悪いなって思わないですか、友達。大学出てないですよね。出てないですよ。怒られた、怒られた。学部は国際。やべえ、賢い。 あんたら友達すごいよ。カンカン同率のトップやから。敬語使ってる？敬語使わなあかんで、ね、人間関係ちゃんと変えてよ。学歴あるから、はい、学歴ない人はちゃんとついていって。あのね、ああいうポーズするやつバカやねん。大体グリコのポーズ。お二人は学生ですか？え、出身は？神奈川です。え、マジか。まあ、一応聞いとこうか。お二人の出身大学を教えてください。明治学院大学。明大学？明学、マジかよ。頭よ。グリコの前で写真撮るやつアホや思ってた。大阪ミナミの偏差値を測ろうって企画やってます、はい、ぶっちゃけ、はい、皆さん髪の色アホなんですよ。だから大したことないと思うんですけど、見た目で判断するな。こっちが明治大学。おい、マジかよ。東京から来てんの。なんでこんな、おいおい、こんな高卒っぽいのになんか中学こいつだけあれ、なんだよ。芝浦っていう。お、芝浦、いや、AG の色してる。銀の色してる。AG、そういうこと。なんか賢い人多いよ。なんか賢いぞ。なんでこんな一番アホが集まるところにいるの。大丈夫、大丈夫、大丈夫。お二人の出身大学。専門学校なんです。専門学校偏差値低いですね。いいじゃん、だって自分夢を追ってる人たちだから、ね。高校の時賢かったっすか。全然バカです。まあそういうことですね、専門学校なんで。お姉さんは学生さんですか。あ、違う、な、何、社会人ですか。フリーターか。働け、学べ。今何してるんですか。進んでるんすね。あの、学年聞いてもいいですか。1年。お、何の美容学校の1年生。高校は卒業したんですか。いや、え、中学から美容学校に。で、高校受験してないでしょ。ということはめちゃくちゃ偏差値低いよ。いやいや、まあ、偏差値30、20かもしれん。ワンチャン見つけました。大学教えてもらっていいですか。神戸。めっちゃ難関大学や。一気に上がっちゃったじゃん。どうすんだよ。いやいや、ナンパの、ナンパはもっとバカの集まりじゃなかったの。アホを探しに来たの。ナンパのアホはどこや。見てください、これがナンパ道頓堀心斎橋名物のカニ道楽っす。ああ、そうだ、さっき、はい、高校が朝日岡高校ですよね。朝日岡いっぱい言われたね。確かに、確かに。ちょ、待って、いや、あの、高校の偏差値は僕より10ぐらい上でした。すいませんでした。はい、学歴コンプやで、ね。あんなは取材終わってからわざわざ高校名言いに来るなんか学歴コンプや。あの人の可能性信じます。こいつがあのひねくれてるんで、すいません。定時どこでもあるから。おい、ナンバーグランド花月に来ました。関西中の笑いを生み出してる場所です。 NGK の前はアホが多いんですよ。だってアホの場所ですから、ナンバーの本当の偏差値を出したいと思います。なるほどね。今までは高すぎた。お願いします。やばいやばい、YouTuber お願いします。お願いします。ナンバーの偏差値を測ろうという企画をやってます。やばい、はい、で、明らかにバカそうやなと。お前ちょっと一言目が。まず中卒です。いや、分からんや。学歴はどうなんですか、ぶっちゃけ。短大。短大です。短大まで。専門学校。ほら、あ、やっぱ専門だ。何専門なんですか。保育。保育。おお、いや、そのドヤ顔で保育って言われてもな、今の顔腹立つわ。先生で教えてるの。そうですよ。え、悪い子に育つわ。いや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 、待て、やんちゃな子に育つわ。預けたくないわ。やめろ、こっちも預かりたくないって。なるほどね。はい、アホ見つけたぞ。よっしゃ。ちなみに大学とか聞いても大丈夫ですか。手塚山奈良だ。お金持ちのところだ。大学埼玉、駿河台。お、駿河台は旅行で、はい、浮かれてんな。専門です。
専門。何系ですか？お菓子作る、パティシエ。高校生です、今。あ、高校生か。学校の模試とかどうすか、偏差値は。50… お。おお、リアクションしにくい点数だったね。まあ、勉強頑張りや。はい、ありがとうございます。バーン。あれ？やりませんよ今時。大阪商業大学。おお、大商大。なんかめっちゃ頭賢そうなんですけどね。うん、一休さんみたいな。あのトンチは聞かないですか？聞かないです。あ、前何言ってんの？龍谷大学。おお、三金交流の龍ですね。有名大学ですね。難波にいる人の大学とかを聞いてるんですよ。そんなん分からんもん。あ、で お父さんは大学とか行かれてました？行ってない。中学だよ。中卒。おお、バーン。バーン。あ、予想通りアホな人が多かった。でも中には神戸大の人がいたり、高学歴な人もいました。まとめると45から50ぐらいかなと思います。なるほど、まあ、ちょっと低めみたいな。低めです。やはりアホが多いです。アホの街です、やっぱり。じゃあ今日この辺で、ね、バーイ。